ジョン・トーマス・ノーランは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ロングアイランド出身のミュージシャン、シンガーソングライター、ギターリスト。テイキングバック・サンデー、ストレイ・ライト・ランのメンバーである。メリーランド州ボルチモアで生まれた。3歳の頃、ニューヨーク州ナッソー郡、ロックビルセンターに引っ越した。テイキングバック・サンデーのメンバーとして、リードギター、ボーカル、キーボードを担当。 ストレイライトランではリードボーカル、ピアノ、ギター担当。1999年、ジェシー・レイシーの誘いによって、テイキングバックサンデーに加入した。その後、ジョンはアダム・ラザーラをバンドに誘った。2002年にバンドはデビューアルバム、テル・オール・ユア・フレンズを発売する。しかし、2003年にメンバーとの音楽性の違いにより、バンドを脱退。 2010年3月下旬、ショーン・クーパーと共にバンドにメンバーとして再加入した。2003年、ジョンは妹のミシェル・ダ・ローザ・ウィル・ヌーン、ショーン・クーパーと一緒にストレイ・ライト・ランを結成。2004年、バンドはデビューアルバムストレイ・ライト・ランを発売した。2010年2月16日、バンドは経済的な問題によって 無期限活動休止状態にあることが発表された。2009年5月1日、ジョンはマイスペースブログでいくつかのソロ活動に取り組むことを発表した。2009年10月27日にドッグハウス、レコードからソロアルバム、ハイトを発売。2014年、映画ブリッジトンネル向けにヒア・カムズ・ザ・ウルフという楽曲を提供した。この曲は、 映画祭サーキットでいくつかの賞にノミネートされており2014年開催のロングアイランド国際映画博覧会でベストオリジナルソング賞を受賞した。ロックバンドガブリエル・ザ・マリンの各曲ラウンデン・ド・ラウンドでバックアップボーカルと共同作詞作曲を担当した。2015年7月27日2枚目のソロアルバムサッド・ストレンジ・ビューティフル・ドリームを発売した。 ありがとうございます。